楽器未経験の方がほとんどだったと伺っておりますが、阿部さん、ドラム演奏素晴らしかったですよ。そうですよね。いや、そういや、っていうぐらい。その演奏を実際に清野さん、ね、高杉さん横で見てたわけですけど、どうでした、阿部さんのドラムって。いや、もうかっこよかったです、うん、なんかこんな簡単な言葉で片付けちゃいけないとは思うんですけど、阿部さんめちゃくちゃ嬉しそうですよね。なんかめちゃくちゃ嬉しそう。練習の時から拝見させていただいてたので、なんかどんどんアップデートされてる、その阿部さんを見てて、もうあのプロ根性と、なんかもう本当に尊敬と、あとは本当にかっこいいなっていう、本当に素晴らしかったです、はい、なんか楽器弾いてる風のポーズ、それドラムってどうやってやるんですか。トランペットこんなことやる、あ、それですか。サックスですか、はい、そうですかね。どう、なんかそれは、まあ、何か やってる感が、はい、ですよ、シール、はい、楽器をっていうか、じゃあ磯村さんとかどうすればいいのかって話ですよね、楽器ね。そんな、なんかやってるか、目線はじゃあ紹介、とてもこんなシュールなフォトセッションがあったでしょう。僕だけに、ね、経験ないんです。はい、ね、初めてです。はい、でも、まあ、映像で見ると本当にこう指が、運指がブワーッと動いていて、ものすごい練習大変だったのに、清野さんどうでした、トランペット。そうですね、初めてなので、私ももううまく弾いてやるぞっていう気持ちで練習をしていました、うん、やっぱり音を出すのがまず難しい楽器で、もうそこがまず苦戦第一だったんですけど、家でもずっと練習をして、でスタジオにも入ったりとか、結構本当に修行じゃないけど、なんかかなり練習を積みました。僕は一つお話というかお聞きしたいことが実はずっとありまして、はい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 、この場を借りていいですかね。どうぞ。この場借りてください。阿部さんが現場でカブトムシを見つけて、それをポケットに入れていたという噂話を僕スタッフさんから聞きまして、その真相をお聞きしたいなと思うんですけども。確かにちょうど撮影やってて、はい、夏場でしたんで、はい、暑かですね、肩に飛んできたんですね。クワガタが、あ、クワガタがで、ちっちゃかったんで、はい、あ、これは入れとこうと思ってそれを見た照明さんが、その後、阿部さん、もっと飛んできてますよって言ってカブトムシ3匹をくれたという本当だったんですね。伝説は本当だった。本当だったみたいで、よかったです、安心しました。和やかな現場の雰囲気伝わってきました、はい、ありがとうございます。お父さん役が阿部寛さんで、私普段本当に緊張しないんですけど、さすがに緊張しました、現場入る前は、はい、なんですけど現場入ってみたら、お二人ともすごいフランクで優しくしてくださるし、こう、役の向き合い方みたいなのをこう姿勢で見せてくださっていて、すごい刺激的で楽しい現場でした。阿部さんと何かお話になったりとかしたことで覚えてらっしゃることなんかあったりしますか。私すごい覚えてるのが、はい、本当暑かったんですけど、阿部さんがこう涼しい、一番涼しい場所を譲ってくださって、なんかここ涼しいよって言ってくださった優しさをすごく覚えてます。優しいね俺ね。そしてポケットにはクワガタが入っているという。前のが前列の前列でしょ、手をね、笑顔でお願いします。僕だけに、はい、ありがとうございます。では以上です。